はい、マヤ南国紹介4回目ですね。はい、今回はですね、中南米のですね、エルサルバドル、タイトルとしてですね、世界初ビットコインを法定通貨にという形で話したいと思います。はい、でまず最初の話題トピックとしてですね、なぜビットコインが法定通貨にということなんですが、はい、まずエルサルバドルのですね、自国通貨の流れとしては、コロンが法定通貨、自国通貨としてコロンというのを使っててですね、でこれ1993年にドルペグ制を採用。これ長い間ですね、エルサルバドルが内戦があってですね、それが終結が1992年で、93年にドルペグ制を採用。はい、で2001年に法定通貨を米ドルに移行してですね、2021年9月7日にビットコインが法定通貨、これ2021年9月7日ですから、ほんとつい最近ですね。はい、でこれ法定通貨ですね、自国発行権のない通貨をどうしてですね、自国法定通貨にしたか、まず理由としてですね、考えられるのが、銀行口座を持たない人への救済ということがあるんじゃないかなと。エルサルバドルではですね、人口の 70% がなんか銀行口座を持ってないというふうに言われてます。で、そういった人たちでも、経済活動にこうアクセスできるという形ですね。はい、であと国外出稼ぎ組からの入金額が増えると。これですね、なんかエルサルバドル人、在米のエルサルバドル人がですね、なんか250万人ぐらいいるみたいですね。で、その辺からのその送金ですね、家族送金というんですか、これがなんか40億米ドルを超えてると。これなんかエルサルバドルのですね、 GDP の 20% ぐらいを占める額みたいで、で、その際、送金する際にですね、ウェスタンユニオンとかですね、送金決済代行会社を使うんですが、この手数料が非常に高いと。で、その辺を、ビットコインを法定通貨にすることによって、もう極端にこう削減できる。そうすると、当然国への入金額、収入が増えるということみたいですね。で、この辺が、目に見える、理由ですね。はい。で、このナジブ・ブケレ大統領ですね、この人が仕掛け人なんですが、なんと1981年生まれですから、まだ40歳若いですね。はい、で首都のサンサルバドルのですね、この市長を務めてて、でその時に治安改善に力を発揮したと。なんか治安がですね、もう劇的に改善されたと。それで国民からこう強い支持を受けてるみたいですね。でなんかエルサルバドルのですね、なんか二大政党、大きな政党が2つあるみたいなんですが、そこに所属してないということみたいで、どうもその辺がポイントみたいですね。政治的なしがらみがなくですね、自由に動けるということですね。はい。で、このブケレ大統領がですね、推進していることの一つが、ビットコインシティ建設というのがあってですね、これ10億ドル分のですね、10年債発行して建設に当てるみたいですね。で空港、居住スペース、商業施設で、これ東部のラ・ウニオンっていう場所があって、海岸沿いですね、その辺にこう作ると。でですね、なんとビットコインのデザインを模した商業施設が上空から見えるようにするというこれはまたとんでもない計画ですね。こんなはい、計画しているということみたいで、これは本当注目ですね。で、エルサルバドルのですね、もう一つのトピックとしてですね、伝説のサッカー戦争、あれなぜ起こったのか。はい。高校の時にです、確か高校ですかね、学校の先生から、中米とか南米の人たちってサッカーで戦争するから、大変だよな、っていうのを教わったのを今でも覚えてるんですが、ちょうど今回エルサルバドルがテーマだったんで、その辺もちょっと調べてみようと思って見てみたんですが、サッカー戦争はですね、1969年7月14日から4月19日、短期間の戦争ですね。これ、エルサルバドルとホンジュラスの間での戦争。で、この2つの国っていうのはですね、なんか国境問題とか移民問題みたいで、結構揉めてたと。で、この両国もではですね、互いにやっぱり政治的にもこう、経済が安定しなかったんでしょうね。結構こう、国民の不安が充満してたと。で、その時に、試合層がですね、の人たちが、ちょっとガス抜きを考えてたと。で、ガス抜きって、基本的には、いろいろあるんでしょうが、その人たちは戦争っていうのも、一つの、候補としてあったと思うんですが。で、ちょうどその時ですね、1970年の FIFA のワールドカップの予選でですね、
そのエルサルバドル対ホンジュラスの試合があったと。で、これ3対2でですね、エルサルバドルが延長の末勝ったんですが、まあ、非常に荒れた試合でですね、まあ、結構こう、まあ、どの試合だったのかわからないんですが、荒れに荒れた試合だったと。で、このサッカーの試合が終わった後にですね、エルサルバドルの空軍が爆撃を開始したと。まあ、ですので、このサッカー戦争っていうのがですね、サッカーの判定とかサッカー自体が問題で戦争が起こったんじゃなくて、まあ、政治がですね、サッカーの試合をいいように利用したと。非常にきな臭い形のものでですね、だったみたいで。で、まあ、短期間で終結したんで、100時間戦争とか、まあ、エルサルバドル・ホンジュラス戦争とかですね、1969年戦争とかって言われてるみたいですが、まあ、ただ、まあ、こういった、まあ、サッカー戦争ですね、まあ、というものは、まあ、今後も伝説としてですね、まあ、語り継がれていくのかなというふうに思います。で、エルサルバドルの情報としてですね、首都がサンサルバドル。で、言語がスペイン語ですね。で、民族はですね、スペインと先住民の混血民が 84% ですから、ほぼ大半を占めていると。で、それでも先住民の比率も非常に少ないし、まあ、ヨーロッパ系の人の割合も少ないということみたいです。で、宗教はカトリックですね。で、面積が九州の約半分ぐらいで、人口は660万。これ非常に人口密度が高いですね。で、これがですね、エルサルバドルの地図でですね、グアテマラがあって、ホンジュラス、ニカラグアがあって、コスタリカ、パナマ。で、エルサルバドルはこの赤い部分でですね、これ唯一この中南米でですね、カリブ海に面してない国ですね。で、これはエルサルバドルの地図でですね、首都のサンサルバドルがこの辺にあって、で、この南側ですね、コマラバ国際空港っていうのはこの辺です。で、先ほどのですね、ビットコインシティのラ・ウニオンというのは、この海沿いのこの東側のこの辺りですね。で、エルサルバドルの歴史としてはですね、まあ、16世紀の初期にですね、スペイン帝国に征服されたと。で、これ、1821年にですね、一部独立して、で、1841年に完全独立をすると。で、19世紀末から20世紀ですね、中旬ぐらいまでは、まあ、クーデター反乱が、まあ、頻発したと。政治が安定しなかったと。で、1979年から1922年、92年までですね、例の有名なエルサルバドル内戦、軍政府とですね、製薬ゲルニカとの内乱ですね、が行われた、長い間。で、この間にですね、なんか100万人ぐらい国外脱出したみたいですね。で、これ、チャプルテ・ペク平和協定で内戦が終結して、で、多党制共和国になって、その形態が今も続いているということみたいです。で、エルサルバドルの 観光としてはですね、火山国で、あとカソリックの国なので、まあ、火山とかですね、教会とかですかね。で、サンサルバドルの近くでですね、このエルボケロン国立公園とか、ホセデセロン考古遺跡とかですね、なんか悪魔の扉みたいな、なんか、まあ、ネーミングが面白いんですが、あるんですが、ただ見てもどうもパッとしないですね。で、やっぱりここの注目としてはですね、ブケレ大統領のビットコインシティですね、ラウニオが、まあ、どういうふうに開発されるのかと。開発がですね、うまくいけば当然注目だし、まあ、失敗したら失敗したでですね、それも、まあ、その歴史的な実験の末の失敗という形で、まあ、それでもこう面白い場所になるんじゃないかなと。まあ、ですので、まあ、ここの訪問というのはですね、ちょっともう少し時間を置いてですね、時間経ってから訪ねてみるのが面白いかなというふうに思います。で、まあ、モデルコースとしてはですね、やっぱりロサンゼルス経由で入るという形ですね。で、まあ、ここまで来るんだったらせっかくなんでですね、まあ、近くのグアテマラとかですね、ニカラグアとか、宿敵のホンジュラスとかというものも一緒に合わせて回るのも面白いんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、今回はエルサルバドルの紹介でした。